H&KHK53 は、H&K 車製 H&KHK33 の短縮型カービンモデルである。H&K 車では、5.56X45mm、ナト弾を使用するアサルトライフルである H&KHK33 をグループに二分類しており、これを元にして特殊作戦などの用途を狙い、 重心などを短縮化したのが HK53 である。HK53 は HK33 シリーズよりも重心を 179mm 短縮しており、全長にして 160mm、145mm の短縮を実現している。これは QX19mm パラベラム弾を使用する短期間銃である H&KMP5 の伸縮式。 重症採用型に近い大きさである。このため、サブマシンガンと呼称される場合もある。作動機構は、HK33 と同様に、ローラー遅延式ブローバックを採用し、トリガーグループなど、一部の部品については、m p ごとの互換性が確保されている。HK33 シリーズが、A1、A2 から A、A3、A4 に発展するに従って、 HK53 も a 3準拠のモデルが開発された。また、装甲車の銃眼から射撃できるように再設計された HK53FBW が派生したほか、H&KG3 以来引き継がれてきた金属製ドラム型照準機の代わりに1.5倍の光学スコープを固定装備したグレーンにも開発された。ありがとうございます。